2021年、秋のザ・高円寺山踊りようこそお越しいただきましてありがとうございます。2年ぶりの開催になります。昨年は、コロナの影響があって、全て中止になりまして、今年ようやく、この感染状況が、落ち着いた段階で、2年ぶりに、秋のザ・高円寺山踊りが、開催されることになりました。今日司会を務めさせていただきます高円寺踊り連協会会長の平野でございます。どうぞよろしくお願いします。大丈夫ですか、わかりますか。今日登場いたしますのは飛鳥連、和楽連、そして、阿波踊り山話を、挟みまして東京新の木ですか。東京新の木連、そして菊水連の4連が第1部に登場いたします。まず最初に登場いたしますのは飛鳥連でございます。結成50周年を実は昨年迎えることになっておりまして、11月に、中野サンプラザホールで、華々しく、開催する予定でありました。残念ながら、コロナ禍の、中止という、苦しい選択を迫られまして、またいつか、必ず50周年記念という春の舞台をやることと思います。飛鳥連はご存知の通り、徳島の名門五社兵の、姉妹連でございます。五社兵直伝の音、そして踊り、ご覧ください。秋のザ・高円寺踊りスタート、飛鳥連です。
でございました。カスカレンさんお疲れ様でした。平野会